もくもく、もかです。高梨ゆかです。つるるーやっほー、さくらです。みなさん、こんにちは。横田未来です。イエーイ。今日は何ですか？今回はですね、はい、はい、リスナーさんに聞いた、はい、本当に買ってよかったドラッグストアコスメランキングでございます。おー、ね、リスナーさんに聞いたんだ。はい、それ需要ありまくりですね。私たちも気になるし、多分見てる皆さんもね、何が人気とか、どれがいいとかも、ね、結構知れると思うので、それを紹介していきたいと思います。思いまーす。イエーイ。さあ、レッツゴー。まずはアイメイク編ということで、はい、3位からね、紹介していきたいと思います。おっと、はい、第3位はだれ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 、じゃん、こちらです。ロム&ベターザンアイズ01番です。ウィアーこれいいって聞くのね、よく。結構使ってる人多いんじゃないかな。気になってました、ワイも。パッケージも可愛いね、うん、種類いっぱいあるよね。オレンジ持ってるわ、これの。発色めっちゃいい。ラメがね、粉々ちっちゃいラメ、細かいラメ、細かいラメだね。リスナーさんも、この粉質がふわふわしてるっていう。みずきちゃん、ありがとう。ゆいちゃんとかもね、夏って感じの明るいメイクができるから。あ、確かに明るいメイクね。目がワントーンアップしそうだよね。目がワントーン、手元がね、スパッとね、明るく、確かにカーンってなるからね。アイメイク編第2位はドゥ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 、キャンメイクさんのクイックラッシュカーラーでーす。わー、大好き。本当に言葉に表せないほど良くて、しかもね、コスパ抜群。今なんかもうクイックラッシュカラーだけに、カーラーだけに限らず全部マスカラがいいの。あ、これさ、使ったじゃん。使った。マジでカールキープしてくれるの、もう一日中ね。それで OK。 そう、ナッツちゃんも同じこと言ってたよ。あ、嘘。カールが長時間キープできるから。そう、しかもこれだけで、あのスクールメイクとかにもできるの。そう、色つかないから。まつげってやっぱすごい印象変えるしね。大事、まつげ。まつげ大事。それではアイメイク編第1位は、じゃ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 、バン、キャンメイクさんのパーフェクトスタイリストアイズです。いっぱいあるね、カラーが。これはさ、使ったことある。これさ、ラメめっちゃ綺麗に入らない？うん、はい、涙袋に入れるとめっちゃ綺麗。やっぱキャンメイク人気だね。入る1位よ、もう。やっぱコスパだね。結果もいいし、中身もいいし、みたいな、うんうん、なんかもう最高だよね。後ろにさ、使う順番とかさ、うん、書いてくれてるじゃん、ね、初心者の静かね、うん、いいかも。キャンメイクって説明してくれるよね。え、それな、それがね、本当ありがたい。最高だよね。はい、ということでアイメイク編ですね、これが。続いてはベースメイク編でございます。ベースメイク、うん、はい、はい、じゃあ早速3位の方からいきたいと思うんですが、はい、未来ちゃんにお願いしていいですか？では任せてください。お願いします。こちらです。せーの、じゃーん、コーセー3カットトーンアップ UV エッセンスです。やってきました。すごいパッケージ可愛いね。可愛い。これでも結構いいよ。めっちゃトーンアップしてくれるし、うん、なんか色がラベンダーカラーだから、うんうん、あの透明感が出る。日焼け止めと下地って感じ。美容液感覚だって。これもね、いろんな口コミが来てまして、タクランボちゃん、カラーの日焼け止めがいい、はい、緑だと赤みをカバーしてくれるし、紫はめっちゃ透明感アップ、うん、レモンちゃん、ウォータープルーフなのと下地にも使えるからバチグル。ウォータープルーフなのめっちゃいいよね。夏汗かくしさ、うん、あの学生さんはプールとかあるしね。しかもこれ匂いめっちゃ良くない？うん、なんかちょっとフローラル。フローラル。ね、文字とね、うん、顔が合ってなかったね。あ、本当に？フローラル。あ、そうそう。ちょっと後残りがちょっときつい。美容液っていうのがいいですよね、響き的にもね。じゃあ2位行きましょうか。はい、以上で行きましょう。それでは2位ですね。はい。はい、2位は、ドゥルルルルン、じゃん、キャンメイクマシュマロフィニッシュパウダーです。はい。これはね、安定だもん。安定。安定。私も実際使ってるこれ。あ、言ってたね。しかも進化したよね、パッケージ。進化した。可愛くなった。マシュマロ肌は誰でも憧れるもんね。うん、確かに。それがナチュラルに出るからいいよね。わかる。いい、すごい。これどこでも使えるよね。うんうんうん。じゃあこれね、レビューっていうか口コミ、お願いします。あるんですけど、はい、汗や皮脂で崩れにくいので夏でも安心して使えるだって。間違いない。かなこちゃんからですね。確かに間違いないね、うん、UV カットもしてくれるし仕上がりが綺麗だからミータン、ミータン可愛いな。仕上がり綺麗、うん、綺麗、カバー力いいよね、うん、これは誰もが使ってる。それな、しかも日焼け止め効果入って、日焼け止め効果入ってんの、 UV カット、わお、最高かよ。しかも洗顔料でよくできるからね。
はい、ですね、はい、これが2位でした。いいですね、2位ですね。じゃあ1位早速いっちゃいますか。いっちゃいましょう。いっちゃいましょう。はい、1位はじゃん、新川さんのトーンアップ UV エッセンスラベンダー。あー、似てるね。使ってたよ、これ。大好き大好き、わいも大好き、これ2年間ぐらいずっとこれ使ってる。マジ、ね、これもね、ラベンダーカラーっていうので、うん、やっぱラベンダーカラー人気だよね。確かに。どっちも使ってるんですけど、なんかこっちの方がなんかちょっと重たい感じはしました。こっちのがなんかサラッとした水っぽい伸びがいい感じ、うんうん、夏はね、こっちの方がいいかもしれないね、うん、サラサラした、うん、そうだね、私もこっちの方が好きかな。冬はこっちとかね、うん、使い分けたりしてね、うん、仕込み読んでいきます。はい、ゆりなちゃんがトーンアップできるのはやっぱ嬉しい。下地としても使えるし UV カットもできるので夏は愛用です。 UV カットあるのマジで強いと思う。強い。スーパーウォータープルーフって書いてあるから。本当だ、スーパーってつくほどだから ね、 ね。はい、ということでベースメイク編はこんな感じのラインナップでございました。はい、レベ高いね。はい、高い。はい、ということで最後はですね、スキンケア編でございます、はい、一番気になる未来。では早速3位の方から発表していきたいと思います。はい、はい、3位はこちら、タダラボ白純でございます。これね、めっちゃいいよ。トーンアップもするし、うん、しかもあの肌荒れとかにも効くから。書いてある、黒白くなる。うん、なるなる。肌白くなるのいいよね、スキンケアで、うん、結構保湿力高い。高いよこれ。化粧水と乳液があるから、うん、焼けちゃう夏でもシミを防いでくれる安心感があるのでこれを使ってます。あとサラサラになる。確かに、ゆきちゃんサラサラになる。サラサラになる、うん、いいね。夏、夏がいいこれ、うん、じゃあ2位の方に行きましょうか。はい、はい、2位がこちらです。ノーションクリアミストです。イエイイエイ、めっちゃいいよこれね。保湿がすごいし、これさ、そのままシュッシュってできるがいい。あ、シュッシュってそのタイプなの。よ、これタイプ使う。超これタイプだね。うん、めっちゃいい香りするよ。メイントスラが匂いがいい。ちゃんと潤うけどベタベタしない。うん、やっぱベタベタしないのがね、夏は強いね。マジで強い。肌のバランスを整えるらしいですよ。なんかビタミン系の匂いした気がする。柑橘っぽい匂いした気がするの。私だけ人気だよね、うん、では、はい、1位の方は、1位ですね。来ちゃったよ、もう1位来ちゃったね。やばいでしょ。はい、1位はドゥルルルルルこちらです。はい、来ました、ナチュリエハトムギ化粧水です。イエイ、はい、いや、これはね、来ると思ったわ。いや、もう分かる、来ると思った。来るしかない。え、だってさ、こんだけ入ってさ、715円だよ、やばくない？やばい、普通にやばい。バシャバシャ使えるじゃん。分かる、これバシャバシャ使う。しかも結構さっぱりしてるし、結構水っぽいよね。だからもうシャワー感覚やぞ、うん、シャワーのやつやばい。シャワーやばい。浴びるなよ。しかも匂いがさ、ないじゃん、うんうん、だからさ、匂いでさ、好き嫌いとかよくあるけどさ、これはさ、もう誰でも使えるっていう。オイルとかも使ってないし、無香料、うん、無着色みたいな。最高かよ、最高かよ。口コミ読みますね。ゆきえさん、大容量で安い、学生の味方、いろいろな使い方ができて便利。ゆかさんだって同じ名前の人がいる。ゆかちゃん、肌に浸透してる感があってニキビも治りやすくなるから。だってハトムギの成分いいよね。コスパいいのにさ、保湿してくれるしさ、うん、ニキビもこれ治ってるっていう、うんうんうん、完璧、堂々の1位ですね、うん、おめでとうございます。はい、こちらがスキンケアのランキングでございます。まあ、こんな感じでランキング紹介してみました。はい、はい、どうでした、ゆかちゃん。え、結構参考になるよね、やっぱり、うん、使ったことないのも何個かあったから、うん、皆さんも参考になったんじゃないかなと思いました、うん、ね、また別のね、企画とかでアンケート取ったりとかもすると思うので、その時は皆さんぜひたくさんのコメントとかお待ちしております。お願いします。はい、はい、せーの。今日の動画はここまでです。次回の動画もお楽しみに。さよなら。バイバイ。仕上がり綺麗。うん、綺麗。可愛い、これ綺麗よね。さすがにめっちゃ抑えられると思う、うん、これ。確かに確かに。本当に綺麗になる。これは誰もが使ってる。うん。それな。しかも日焼け止め効果入ってるんです。え、そうなの？